皆さんに大切なお知らせです。7月29日土曜日、ワールドインポートツールズさんにてまたまた私たちチャンネル隊長一日店長イベントをやらせていただきます。よいしょよいしょ。前回ね、大盛況ということで2回目呼んでいただきました。もう皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。前回同様、当日は私たちのオリジナルグッズの販売と接客をさせていただく予定です。ワールドインポートツールズさんなんですが、7月30日までなんとサマーセールを開催しております。サマーセール期間中ですね、通常でしたら1万以上のお買い上げでガラガラくじが1回できるキャンペーンをやっているんですが、7月29日の私たちの一日店長イベント当日はですね、チャンネル隊長でおすすめされたアイテムを含むお会計に限り3000円以上のお買い上げでガラガラ1回挑戦できるそうです。そしてさらに、チャンネル隊長のおすすめグッズを含むお会計が1万円を超えた場合はガラガラくじが2回できます。何が当たるの？わかんない何が当たるんですか？はい、というわけで7月29日はワールドインポートツールさんお店のイベントとチャンネル隊長一日店長のイベントとね、一粒で二度おいしい感じになってますので、ぜひねこの機会にね遊びに来ていただけると嬉しいです。当日皆さんに会えるのを楽しみにしています。それでは本日の動画の本編どうぞ。松田さんの故郷松田町。どうも、チャンネル隊長の隊長です。今日はですね、この嫁の車に勝手にドライブレコーダーを取り付けてやりたいと思います。まあドライブレコーダー、このチャンネルでもね結構いろいろ紹介させていただいてはいるんですけれども、ちょっと久しぶりかな。今回取り付けるドライブレコーダーこちらでございます。はい、でこちらの名前セブンティーンマイダッシュカムオムニというものになるんですけども、セブンティーンマイというねメーカーのものになるんですけど、はいはい、いつものドライブレコーダーねと思うじゃないですか。これね一味違います。こちらの商品ね、なんと中に AI が搭載されているということで、中に搭載されている AI がなんとその映像を判断して録画を開始するという、今までのドライブレコーダーとは一味変わった最新のねドライブレコーダーになります。まあ、運転中はもちろんなんですけど、こちらなんと駐車中にですね24時間タイムラプス撮影がね可能というね、もうわけわかんないね、もうわけわかんないね。はい、まあ、24時間撮りっぱなしができるというのもとんでもないスペックのものなんですけど、さらに駐車監視中に AI がね自動で判断して、あ、こいつ怪しい、この動き怪しいな、あ、今こいつぶつけたなとかね、全部中の AI が判断して録画してくれっていう、もう言うなればもうこの車に監視員の人がついてるみたいなね、まあ、そんなね恐ろしいスペックのドライブレコーダーだそうです。で今日はねこれをなんと提供していただきました。ありがとうございます。というわけでまあね、おしゃべりもあれですので、ちょっとね中を開けてみたいなと思います。開封の儀。はい、それでは開けていきたいと思います。本体と、こちらは、駐車中のね録画を可能にするためのケーブルでございます。はい、じゃあねこっち開けていきますね。はい、オープン。はい、こちらが内容物となっております。こちらが本体ですね。本体はなんかR2D2 みたいなね、はい、なんかそんなフォルムしております。もしくはあの卓上の爪楊枝ケースみたいな、はい、とてもねドライブレコーダーとは思えないようなね、なんか新しい形ですね。ちょっとこれも撮っちゃおう。はい、ここに、モニターがついてて、ここにカメラがついております。取り付けるときは、ガラスに対してこういう向きですね。こちら USB のね、シガーソケットでございます。シガーソケットに、ね、挿して、でここに USB 電源が使えるという、これ2個もねあるんでね、あの1個潰してももう1個ね使えるっていうね、これとてもこれね地味にありがたいやつで、こちらが電源ケーブルですね。タイプ C になっております。かなり長いぞこれで。そしてこれが保護フィルムですね、2枚ついてきます。でこれが取り付け用の、両面テープですね。でそしてこちらが説明書。はい、で中見るといろんな国の言葉が書いてありますが、日本語はどうなんでしょうか。あった日本語ページ、あきちんとね日本語で書かれております。というわけでね、とりあえずちょっと一回通電してみましょうかね。あ、ついた。おお、回る回る。何この子。Please connect your app to activate the dash cam。 うわ、なんかめっちゃ英語で喋ります。お、すごい、こっち向きにするとちゃんとあれですね、画面の向きが変わるんですね。 Please connect
とりあえず起動は成功しましたね。こいつをね、操作するためのですね、アプリを落としてます。こちらでございますね。はい、これで調べてもね、ちょっとなんかね、うまく出てこなかったんですけど、まあこうやってね、検索するところでね、セブンティーマイって入れるとここに出てきます。はい、これ過去に1回落としてるね、これね。はい、それでは接続してみたいと思います。はい、はい、今アプリとね、繋いでおります。あ、来た。お、すごい。おお、なんだなんだなんだ。おーおお。なんかめっちゃかっこいい映像出てんだけど。あ、でも録画始まってんだけど。はい、じゃあスタート。接続。おお、おお、すごい。スマホでこんなに操作できんの、これ。うわ、え、すごくない？結構映像綺麗っすね、これ。え、すげえ。どうも、チャンネル隊長の隊長です。お、すげえ。あ、面白いっすね。結構ドラレコの割になかなか。あ、構成もしてくれるんですね。はい、こんな感じですね。で、アプリ繋がるってことですね。はい、というわけでね、じゃあ実際にこいつを取り付けていきたいと思います。それじゃあやっていこう。はい、取り付けていきます。まず貼り付けたい場所にこのフィルムを貼ります。ちょっと簡単にね、拭いておきます。で、ここにフィルムを貼ります。おお、めちゃめちゃ透明度高くて、貼った瞬間に分かんなくなりますね、これね。はい、つけちゃうんですね。はい、で、タイプ C を挿します。おお、つきました。早っ。なんやこいつ。あ、映りました。接続、つながりました。このインジケーターめっちゃ分かりやすいね。はい、全画面にします。おーおーおーおお、すげえ。お、めちゃめちゃいいじゃんこれ。お、やばやばどうも隊長です。すごい、結構映ってますねこれ。わー、すごい、バッチリ映ってます。ほう、ここまで行くそうですね。バッチリです。
あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、今ねクイックシフターのね動画撮り終わってすぐなんですけども、はい、ね、みんな気になってたでしょ。気になってた。このこれ気になってた。この逆さまになった R2D2 これ気になったよね。はい、 R2D2 だっけの、なんだっけ、丸い子。俺と同じ例えしてるよ。びっくりした。え、違う、なんか R2D2 か機械生命体かで迷ったんだけど、 R2D2 の方が認知度高いかなと思って。すごい、びっくりしちゃった。同じ例えしとる。でも確かにこれでも R2D2 だよ ね、 ね、まあ、もしくは飲食店によくありがちな爪楊枝入ってるやつ。あーね、奥さんこれ何だと思いますか。いやー、カメラ的な何かでは。そうですね、カメラ的な何かですね。え、自撮りカメラ。自撮りカメラではないですけど、違う、まあ、そういう使い方もできるかもしれないですね。なんか中見てるから。これ何なのかというと、 AI が搭載されたドライブレコーダーです。マジ？そう、これ AI 搭載なんですよ。どういう機能なの？駐車監視機能、うん、不審者だなこいつって思ったら、そいつをロックオンしてカメラが追跡したり保存したりしてくれる。よし、不審者認定されなかった。うん、そうだね、まあ、これ今ちょっと線繋げてないんで。あ、できない。なんだよ。ただ、うん、キモい動きされてる、うんうん、今ねちょっと駐車監視モード今つけてないんだけど。なんだよ。そう、ちょっとね配線を組まないといけなくて。モドリゾンスクエアガーデンで。はい、まあそういう常時電源ね接続すればそういう監視機能も使えるんだけど、そう、それ以外でもね普通に走る分にはもうちゃんと普通のドライブレコーダーとして使える。で、こういろんな道路状況に合わせて録画をするっていう。はい、ちょっと僕もね使いこなせるかちょっと心配なんですけど、なんかね機能が多くてね、なんか今のドライブレコーダーってすごいなと思った。すごいね。はい、いっぱいだ、カメラいっぱいだね。うん、なのでおいおいねこれ常時電源つなげて、ほらやっぱり最近結構ね都内とかこれ出したりするじゃないですか。うん、都内マジで怖いもん。怖いね。うん、すぐ UberEats 出てくる。 UberEats の出現率やっぱ高いね。高い。うん、ドラクエのスライム並みに出てくるね。ね、エンカウント率高いよね。まあ今回ねもうこのねあなたのこの大切なこの愛車をね守るべくつけさせていただきました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。そうだよね、子供にボールぶつけられることもあるかもしれないからね。あるかもしれないね。うん、車が走って乗り上げてくることもあるかもしれないからね。ちょっとそれは分かんないけど、あるかもしれないね。かもしれないからね。うん、グラセフかな。というわけでね、まあ、今回ねご紹介したこのねドライブレコーダー、こちらね動画の概要欄に URL ありますので、ご興味のある方はぜひ見に行ってみてください。はい、なんか私がさ、うん、この動きするとさ、うん、なんかここにあるよっていう、なんかこの紹介する人みたいじゃん。うん、ってことは私これのこと知っとったんかってなんか思われそうだなってずっと思ってたんだけどさ、うん、こちらの商品って言われた瞬間もうこれが出せる準備をする頭になっちゃった。便利なエモート機能を覚えた。エモート覚えちゃった、はい、こちらの商品とか、 なんか詳細は概要欄にって言われたらもうなんかってなるよ。というわけでね、概要欄に URL 同時に出てきたぞ今。URL まだちょっと調整ができてないみたいですね。というわけでそんな感じでございました、はい、ありがとうございます。じゃあ奥さんすいません、勝手に締めといてもらっていいですか。はい、それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価ボタンの方お願いします。お願いします。それでは皆さんご安全に、バーイ。